マクドナルドカスタマイズ選手権。よっしゃー、おらー、どうしたどうした。はい、したマクドナルド、皆さん好きですよね、うん、好きですね、はい、まあ、見てる方もみんな好きでしょう。そうなんですよ、本当美味しいよね。一番マクドナルド、いろいろカスタマイズ聞くと思うんですよ、うん、例えば注文の段階でもね、こんなものを多分トッピングできたりとか、うん、なんかあるらしいですね。あるいはまあ持ち帰った時に何かをちょっとちょい足ししてみたりとか、はいはい、マクドナルドのカスタマイズ、うん、皆さんやっぱそれぞれ1個は持ってるはずなんですよ、うん、各自カスタマイズしたやつを発表して食べていって、うん、ちょっと1位を決めましょう。1位を、1位、この世の、うん、一番うまいって、この世の、この世の一番真似したくなるやつ、うん、世界中にあるんでしょ、マクドナルドって。あります。確かに世界に、その1位、世界1位ってことは今日決めていいらしいです、うん、というわけでじゃあ誰もそこには何も疑問は持たなくていいんだ僕からいいですか、はい、はい、はい、これちょっと僕もまだ試したことないんですけど、うんうんうん、ただちょっと知人 の、はい、あの泣くやむパンリエッタという漫画家さんがいるんですけどすごい名前、ざけた名前だな。もうこの人から聞いたんですけど、うんうん、チーズバーガー、うん、ケチャップ抜くとめちゃくちゃうまい。はぁ、抜いてうまい、ケチャップ抜く。え、じゃあ余計なことしてるってこと、マクドナルド本来。まあそうですね、嫌がらせ、なわけないでしょ。絶対入ったらうまい。自分に多分稼いを貸してると思う。うますぎちゃうから、マックは。いや、そんなこと、うますぎることはない。ケチャップあっての味なんじゃない、まあ僕もです、ちょっとそう思ってたんですけど、やっぱさ、あまりにもやっぱそういうこと言うんで、ちょっと今回買ってきたんで、ケチャップ抜きを。あまりにも言うんで。皆さんちょっとね、食べてみましょう。はい、これ、チーズバーガーケチャップ抜き。どれがケチャップ入ってきたんで。全部入ってない、全部、全部、これが一番うまいって聞いたんで、ちょっと食べてみましょう。これはでも初体験ですね。食べたい、うん、ちょっと数が変だよ。僕のないじゃないですか数が変な、声が大きいって。で、半分、半分、半分こして、みんなで分け合おうよ。やったー、おもころ最高よし、はい、おもころって最高だな。ケチャップが入ってないと。本当にちょっと見ていい。なんかもう、あ、ないよ、入ってない、入ってないよ、カサカサ、入ってない、損した気分だ。チーズバーガーケチャップ抜き、はい、いただきます、いただきます。物足りねー。確かにケチャップの味しないけど、だからといって上がってるかっていうとそんなことなくないと思うけど、なんか粘土みたいになりました、うん、あ、でも私これ好きですね。あ、私味の種類ってあんま多くない方がいいと思って、うん、疲れる。なんならピクルスもなくていいな。あ、そう。これね、夜マックのパティ倍が一番おすすめらしいです。ああ。肉の味がより強くなってる倍。肉の味する。ダブルチーズバーガーだとチーズがさらに1枚増えちゃうので、それがやっぱ味が多いから余計。わかる話らしいです、あんま向いてないんじゃないですか、泣くやんぱマックに向いてないの、マック好きじゃないんだよ。よりチープな味になってる気がするけどね、パンがすごい味する。もいらんな。えどういうこと、お前も向いてねえんじゃねえ。何もいらない、何もいらない。めちゃくちゃケチャップかけたいねえ、かけたいですよね。いや、かけたいよ。ケチャップは入れた方がいいということでまあ、総合するとね、結局ね、確認できました。結局やっぱ大事、うん、確認大事、うん、あともう一つ、うん、これね、テリヤキマックバーガーのテリヤキソース抜き、はいはい、え、どういうこと、アイデンティティの崩壊。テリってない、パサパサじゃん、パサパサ、パサパサだよ。嘘、ただただ高いただただちょっと高いもんね、テリヤキね。意味あるんですか。テリヤかれてないじゃん、これ。なんかえ、どうなってるの、なんかマヨネーズだけ、あとキャベツ。マッククルーはもうみんなこぞってこれを頼んでる。あ、そうなの。こぞってこぞってらしいです。すげー、ね、でも食べやすいね、照り焼きよりも。あ、もう触っちゃったんで。触っちゃったから。いただきます。うん、うん、あんま変わんない。え、変わんない。じゃあ照り焼きって、照り焼きはめっちゃ濃いでしょ。あれ、あんま変わんない。そんなことある。そんなことある。あのソースってなくてもよかったから。そうそうそう、あんま変わんない。あんま変わんない。あんまり、あの、なんか酸っぱいソースが入ってる、別に、うん、もうこっちの方が好きかも。甘くないだけだね。わかる。照り焼きバーガー食いたい時の要素はありますもんね。確かにね、うん、え、え、え、
え、じゃあここおい、新宿新宿んじゃねえか、お前え見してやれ、見してやれ野菜の新宿野菜の新宿んじゃねえか、お前最低抜いちゃった最低だ最低だ手拭いてきますね。え、食べにくそう一人だけあいつだけ全部評価が違うんだけど180ああいうの加えちゃダメなの、ああいう人じゃあ次は終っちゃおうかな、はい、おっやっぱね、みんな新しい味が食べたいと思う、うん、マクドナルドで新しい味何かってもう探してると思うんで、うん、今日それを持ってきたんで、うん、やりましたよ。はい、買ってみました。これね、ハンバーガー、普通の一番ノーマルのね、うん、ハンバーガーですよ。まあ言ってもこれね、ちょっとやっぱまあ食べるとちょっと寂しいじゃないですか。確かにね、少し物足りなさがあるんで、ここにバンバン足していこうかなと思いまして、うんうん、バンバン、まずこれ、え、あ、チーズをね、いいじゃないですか、チーズバーガーじゃん、チーズバーガーでいいじゃん。チーズはさ、足したいよ、もっと丸ごといっちゃいましょう、これ。え、これ丸ごと丸ごとってどういうこと。丸ごといっちゃいましょう、1枚丸々ってことね、丸ごといっちゃいましょう。何これ、チーズバーガー発明前夜丸ごとあるのにね。あ、全部、あ、丸ごとってそういうこと。もう全部いこうよ。でもこれダブルチーズバーガー発明前夜じゃん。確かに全部いこうって。はい、はい、じゃ全部のっけました。芋羊羹、いやこれ芋羊羹、それはちょっとやばい。これでボリュームを補填するわけですよ。ボリュームイコール芋羊羹。ハンバーガー、いや , 笑っちゃったじゃん笑っちゃってんじゃん。このやっぱ寂しいね、ノーマルのハンバーガーない食べ応えをこの芋羊羹によって補填するんですよ。ビッグマック頼めって、すごいなこれ、こうやってすごい確かにボリュームは出た、ボリュームがすごいでしょ、ハンバーガーとは思えない。ね、まあちょっとこう紙でさ、サンドしてね、ギュってなんないですギュって言ったけど自分でこれでちょっとレンチンしよう。あ、レンチンするんだ。ちょっとだけレンチンしよう、とろけるからね。確かに確かに、大丈夫かな。芋羊羹、つまいもにチーズか。甘さはうまさっていう言葉もありますか。言ってた、言ってた、友達がいた。全然信憑性ないじゃん。甘さってうまさらしいです。え、はい、できた。何その持ってき方、はい、芋羊羹、うわー、おい、最悪、おいおいおい、これなだれちゃってんじゃん。ジャバーハットじゃないですか。こんなになっちゃうの。でも俺からいくわ、うん、あ、いただきます。はい、芋羊羹までちゃんとね、あ、食べてよ、どうだ、すーげーチーズ伸びてる、芋羊羹チーズ分どうだ、笑っちゃった。おいしさの甘い、くらってる、おいしさの甘い、あれ、ほら、二口目意外とあるないめちゃくちゃなこと言うな。なわけない、なわけない、ほら、来たよこれ、めちゃくちゃなこと言うよ。あれだ、あれ、チーズトーストに蜂蜜かけたやつ、あみたいな、そういう甘み、うん、うまいじゃん、うまい、うまい、うまいって言い切るのはどうかな。栗、うん、ね、みたいな、うまい、栗みたいな、わが子可愛さで言ってるだけでしょ、これ栗、うん、コミカルな味コミックバーガー、なんかね、なくはないね、これ一口目の食いでは完全にボリュームのあるハンバーガー確かに、あるのかも、この方向性。え、アリハって何、まあ、ありっちゃありかな、これ全然いけるかな、ありではないかな、わざわざ買おうとは、それはあるかも、それはあるかも、というわけで、商品化の方をぜひお願いします。なんで今の結論でそういうやつじゃない。はい、はい、続いてアルファ、はい、こんにちは。僕が今からするのは予想なんですけど、うん、今までの経験上、うん、合うよねっていうやつですね。まあまあ、そうでしょう、はい。なんでもう早速行っちゃおうかな、うんうん、はい、お願いします。はい、うん、この一瞬で僕用意してきたんですけど、はいはいはい、まず土台になるバーガー、うん、これですね、ダブチ、あー、うまいんだよね、一番マックっぽいよね、ダブルチーズバーガーね、うん、マックの味って感じするね。これにあるものをぶっかける、うん、え、それは何か、こちら
え、なにそれ、なにこれ、なにこれ、シチューです。胡椒をかけたシチュー。めっちゃかかってんじゃん。お葬式の時のあれ。え、シチューをかけんの。シチューをぶっかけたらうまいんじゃないかと思って、うん、いや、どうかな。シチューってパン合うでしょ。ああ、つけるつける。で、あとシチューってお肉入ってるでしょ。確かに、うん。で、あとシチューとチーズってちょっと似てるでしょ。あ、まあ、合う合う合う、ね、チーズシチューもあるしね、うん、なので、うん、全部揃ってるんですよ。確かに確かにね。スパイスとしての胡椒をたっぷり、ここでパンチも効かせれば、ちょっと食らえー、あーやめろ。あーでもすごい。あ、でもなんかごちそうっぽい。ありそう、ごちそうありそう。パンケーキみたい。ごちそうじゃん。なんか色味いいね。なんかこれ何の日に食べるもんな。断片につけて、ね、けいい。あー、こんな具も一緒に食べるけど、ね、見たことない。しみしみにしてしみお腹いっぱいになっちゃうわ。いったれ。お、うん、一口でバッチグーです。よっしゃ。バッチグー出た。美味しいけど、うん、本当にシチューとハンバーガーがうまいという。結局そう、合わせ技なだけ。ここがね、うん、いただきます。はい、めちゃくちゃうまい。やったー。マジか。最後にちゃんとね、マックに戻ってくるのよ。へぇ、ケチャップがね、その役目を、命綱の役目を果たして、月面宙返りでこう、グルグルグルってたとちゃんと着地するんだ。もっとかけてほしいし。あ、ほんと。、うん、夢中になった。うまい。胡椒いいかも。胡椒もいい。うん、胡椒もいい。これはあのシチューにご飯かけて食うのダメなんですけど、うん、これはめっちゃうまい。あ、あ、これ加藤さん絶品。絶品。あ、切れた。うまっ。いや、これあり。いい、いい、うめえ。全然あり、これめっちゃうめえ。ただね、こんな食生活は間違ってない。まあまあまあ、なんでよ。年に一度の間違っていい日に食べてほしい。まあ、ピザ、ピザと変わんないんじゃない。でも言ってさ、いや、マックなんて食ったやつみんな自分行きでしょ。そんなことない。落ちちゃう。これいい。クリスマスとかにマックさんが出したらこれ。あ、確かに。じゃあぜひよろしくお願いします。何を出してください。誘拐されてる。マックで来てください。関係されてる。マックで出してください。いや、いい、これ新定番あるよ、美味しい。いや、だんだんちょっと胃が重くなってきたけど、うん、次ははい、うん、僕が、はい、これさらっといけないかなっていうので、おこちらね、照り焼きチキンフィレ。照り焼きチキンフィレね、結構重たいけどね、チキンフィレ。これのお茶漬け。どういうこと？お米で、お米でパンとお米を食べる。パンは取る。めちゃくちゃ悪い。そのパンはどこへ？そのパンはパンとして食べる。あら、一品になっちゃう。2食にできる。2食に、ね、なるほど。もう照り焼きってね、あのうなぎのお茶漬けも美味しいじゃないですか。うんうん、うなぎのタレがついてる。確かに。だから多分いけると思うんですよ。なるほどね。言われてみれば。ご期待ください。うん。これはね、もうファンとして食べていただきたい。こうなってたんだ。じゃあパンとしてた。ベタベタ。こんなことする日ある。めんどくさすぎるだろう。おお、これすごいですね。うわ、うわ、とんかつ、とんかつ、カツ丼、カツ丼の、お湯、お湯、卵落としみたいな感じ。カツ丼みたいになったよ。で、お湯なんですけど、はい、本だしね。だし。だし茶漬けにしたいので、さらにだしをここに、はい、これがもうマックなんですよ。これが一番マック。これがマックって信じるやつ。あら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 、あーすごい。ちょっとあのもうちょっとさっぱりいきたい方は、すごいね、わさびを溶いてもらってもいいです。すごいね。はーすごい。これが、完成です。和マック。あー変わり果てた姿。照り焼き茶漬け。とじゃいくか。すごいね。すごいね、これ。ちゃちゃちゃっとね。ちゃちゃっといくしかないね。食いづら。わさびもつけて。いいね、うん、だぞ。どうだ。いけいけ。うめえな。ほんとうまいの。うまいな。うまい。ほんとに。うまいし、なんかちょうどいいな。あれれ。めちゃめちゃうまい。どうかな。うまい。爆裂にうまい。米にも合うんだよね、マック。すごい。味めちゃくちゃですよ、だって。
めっちゃうまい。これ本当ね、うまいよね。めちゃめちゃうめえ。濃い緑茶とかでもいいかも。うまい。照り焼きチキンよりふやけた感じいい。うまいうまい。うまいわこれ。あとはね、あとはこれがパン、これをね、パンも染みたパンもあるからこれ。パンはパンで。旬のパンはパンでねこれ。うん、あ、でもうまいかも。嘘、じゃあ無敵じゃん。2色に、2色になった。ほんとに2色になった。身いらないかも。うめぇじゃん。うめぇじゃねぇ。どうしちゃったの。これなくてうまかったらもうダメよ。ダメよ。残念。うん、はい。あのね、結局マクドナルドの食べ物なんていうのは、うん、もう優秀なスタッフたちがずっと論議を戦わせた結果出た答えなんですよ。まあそれはそうか。だから追いそれとアレンジして元を超えるのはさすがに難しい。ということで、ね、ちょっとアプローチの方法を変えました。ほう、じゃあちょっとお待ちください、はい。これ急に酸っぱなができたら面白い。そういうアプローチ変えたな。変えたね、それさ。ということで、うん、まずはこちらを、はい、え、何まずはこちら、え、は、いや、マックじゃないじゃん。寿司、寿司だ。寿司じゃん。特上寿司でございます。やったー。何言ってんの。マグロ、皆さんね、もうハンバーガー飽きてきたんじゃないかと。食べていいの。めっちゃうまそう、これ。脂食ってるからね。うめっ。赤身塩って絶対うまいですよ、これ。おいしい。うん、邪魔あるから気を使すってこと、ただの。めっちゃうめえ。美味しかった、うん、うまい。美味しかった。寿司ってうまいね。特上のお寿司美味しかったね。これがやっぱ日本のね、うまいわ。はい、ここでビッグマックが、これです。どういうこと、どういうこと。高級な寿司を食った直後のビッグマックが一番うまい説。もうこれ早く食った方がいい。もう確かに今、そうか、今が落ち着いたらダメだ。落ち着いたらダメだ。和の心になってる感じなんだよ。いろいろね、何も思わずビッグマックがちょっと今ポテト食べちゃって、これうまいけど、うん、寿司食いて返してくれ。さっきの余韻を。やっぱりなんかこれが結局全部なくなったよ、これ。すごい余韻全部。この高低差、うん、これを味わってほしかったんですよ、私に。確かにすごいな。一瞬で寿司がもうなくなった。寿司消えたでしょ。寿司の思い出がなくなったわ。消えた消えた。めっちゃ感動映画見た後にコロコロコミックを回された。それと全く同じ。売り幅がすごいな。せっかく最上級のマグロ食ったんですよ。なんでそんな私なんだろう。私の秘策、寿司を前振りに振る。贅沢すぎる。高すぎる。ね、結局こういうことなんですよね。ビッグマック全部塗りつぶすんですよ。ビッグマック、それがビッグ、ビッグたる由来。なるほど。 This is アメリカ。あ、あ、おまかるチャンネル。いる。ケガと。おお、早い。くしか。今通り、なんか通り過ぎてたって今。なんて言った。なんか今。キャッキョ。なんか今。会長。会長。キャッキョ。また来ねえかな。ケビ。早い。さっきより早い。あっち行っちゃった。ケウゲになってる。ケウゲ。行って戻ってきた。さあ、はい、まあ、厳正なる審査の結果、はい、優勝者が1人決まりましたね。なるほど。発表します、はい、おい、マクドナルド、うん、カスタマイズ王優勝は、うん、加藤さん。やったー。いやー嬉しいですね。うまかったな。これちょっと意外性がすごかった。想像より断然何倍もうまかった。すごかった。ちょっとびっくりしちゃった。まさかね、ご飯にも合うとは。うん、マクドナルド自体がね、美味しいから。そうそう、さっきね、いろいろできるんでしょうね。でも全部美味しかった。美味しかった。美味しい、美味しい。すごいね。で、あとなんかどんなアレンジしても最終マックでしたね。うん、そう、ね、残ってる。ちゃんとマックの味、やっぱなんか茶漬けですらマックの味がする。した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 。それでうまい、和風でうまい、なんかすごいわ。すごい。これからもみんなで、マクドナルドでハンバーガーを食べましょう。食べよう。はい。ほんとだ、半分ぐらいが。これもまあまあね、いいんです。
少ないです。意外に出してくるのかなと思ったら、普通のテリヤカリ。そうなんですよ。